シェフィールドは、イギリス海軍の42型駆逐艦のネームシップ。1970年1月15日寄港。1971年6月10日浸水。1975年6月26日収益。フォークランド紛争で戦没。1982年4月2日、NATO の演習、スプリングトレインに参加していたシェフィールドは、 上請求を告げていたフォークランドへの派遣部隊として、抽出されることとなった。4月3日2時30分、第1艦隊司令官、ウッドワード少将座城のグラモーガンを含む他の7隻の艦艇及び補給艦、タイドスプリングと共に、フォークランドに向かった。4月14日にアセンション島を出発し、4月15日からは、フォークランド北方での紹介活動に当たった後、 4月25日に本隊に合流して、以後は防空艦を及びレーダーピケット艦の任務に就いた。5月4日、空母機動部隊は、フォークランド諸島の南東40海里から50海里に、あって、シェフィールドを含む3隻の42型駆逐艦は、主体の西18海里で防空任務に当たっていた。グラス号を主軸上として、 コベントリーが右に、シェフィールドが左に占いくらいしていた。なお、当時の海上模様は平穏、天候は曇り、指定は約 1.5km であった。1115Z 時、アルゼンチン軍の P-2 哨戒機が一隻の駆逐艦のレーダー波を逆探知し、ハーミーズがフォークランド諸島の東方にいると考えられたことから、30分以内に、 エグゾセ M39 空対艦ミサイルを一発ずつ搭載したシュペルエ・タンダール攻撃機2機がリオグランデ基地を発進した。1 4 0 0 z 時この変態は3隻の42型駆逐艦を発見した。1 3 5 6 z 時グラス号の電波探知装置はシュペルエ・タンダールの機上レーダーによる総員3回を探知し、直ちに単波及び、 超短波通信によって両艦に急報した。ただしこの時、シェフィールドの HF 装置には要因が廃されておらず、一方 UHF 装置はメッセージすべてを受信することができなかった。また、当時英海軍が採用していたスコット衛星通信装置は電波探知装置による探知を阻害する危険があったことから、グラスゴー艦長はスコットの日中の使用を禁止していた。 これに対し、シェフィールドは、グラスゴによる最初の探知の前からスコットによる通信を行っており、このために電波探知装置からの警報を受けることができなかった。1358Z 時、グラスゴは目標を再探知して、敵味方不明機2つ、南西方向25マイルと報告した。1400Z 時直後、同館では、 対空戦闘配置が加齢され、チャフが発射された。このために、シュペルエタンダールは、右に逸れて、シェフィールドを捕捉することになった。当時、シェフィールドは、紹介第二配備の体制であった。シュペルエタンダールと、ミラージュ3の機上レーダーの信号パターンはよく似ており、実際、これまでに何回も取り違いによる、誤警報があったことから、シェフィールドや、 インビンシブルの対空戦調整室では、今回もミラージュ3であろうと判断していた。このためもあり、シェフィールドでは、対空戦担当幹部のみならず、その半8名のうち3名が部屋を出ていた。グラスゴーからの通報によって、作戦室の警戒レベルは上がっていたが、対空戦担当幹部が部屋に戻った時、すでに適切な行動を取る猶予は残されていなかった。 スコット衛星通信装置の送信中止処理には時間がかかり、まだ送信動作は続いていた。命中の15秒前、環境の到着士官が2つの煙を視認したが、最後までエグゾセ AM39 ミサイルの飛来は理解されず、ソフトキルハードキルのいずれも試みられることはなかった。シュペルエタンダールは、計2発のエグゾセ AM39 ミサイルを発射したが、 うち一発は海面に突入した。残り一発のミサイルは順調に飛行を続け、1 4 3 0時、シェフィールドに命中した。シュペルエタンダールは命中を確認して旋回し、無事帰投したとされているが、実際にはミサイルの命中は確認できず、旋回確認はイギリス側報道によっていった、ともされている。エグゾセ M39 は、 シェフィールドの環境広報源の推薦場、約1.8メートルの位置に命中、入射角60度で管内に突入した。弾頭は爆発することなく、右げ通路、調理室、全部保機室を経て、全部機械室に達したが、固体燃料ロケットは燃焼を続けており、機械室内の潤滑油や燃料にも引火して、大火災を生じた。本館では、発電機、 消火ポンプは前後区画に配置されていることから、今回の例のように、全部機械室、補機室が機能喪失した場合でも、後部の機械室、補機室によって、缶の機能は最低限維持できる見込みであった。しかし、アルミ合金製の通風トランクや仕切り弁が、溶解してしまい、電乱を介した炎症もあって火災は宅角へ、拡大し、後部機械室、 後部補機室の機能も順次に失われた。電弾類の被覆などの燃焼によって有毒ガスが発生し、また被弾後約30分で電源が失われたこともあって、消火活動は大きく阻害された。4機の消防ポンプは全て機械室に配置されており、命中した時点で作動していた2機は衝撃によって停止した。このうち1機は再起動に成功したが、 もう一機は再起動できず、また再起動できた一機も間もなく、機能を喪失した。残る二機のうち一機は、最初から故障状態、もう一機も始動できなかった。これにより、消防士官の圧力は失われてしまった。大体になるかもしれなかった、ローバー製の過半式、ガスタービンポンプは、性能的に、全く不十分であった。このため、バケツにロープをつけて、 海水を組み上げて消火用水として使ったという逸話もある。また、環境付近の被弾によって通信線が断絶し、指揮機能が低下したことも、初期消火活動に悪影響であった可能性が指摘されている。被弾から約5時間後にフリゲート、アローが、ついでヤーマスが救援に到着し、外部からの注水も行われた。しかし艦隊は構成であったものの核壁は、 アルミ合金製であり、また木製家具類の消失もあって火災範囲は最終的に管内の約に3に達した。管自身の消火活動はほとんど遂行不能となり、全部のシーダーと弾薬庫に誘爆の恐れが生じたことから 2100Z 時総員退去が加齢された。最終的に乗員260名中死者、行方不明者20名、 負傷者24名であった。火災は2日間続いた後沈下したが、アセンション姉妹の栄光途上で好転に遭遇、箱からの浸水が拡大し、5月10日0700、Z 時頃、南易53度04分、整形56度56分で沈没した。ありがとうございます。